さあさあさあもう月末なのでビジネスの話をしようと思います。毎月ね、月末はビジネスウィークってやってるんですけれども、まあ、なぜこれ月末にやってるかというと、オンラインサロンのカモビズが毎月1日、2日、3日の3日間しか入会するタイミングがないのでね、ここでビジネスの話をして、あ、やっぱりビジネス重要だな、もっと学ばなきゃなと思った方がすっとご入会いただけるように考えてやっております。 えー、カモビズっていうのは、基本はロム線といって、記事を読むだけで自分にビジネス力が積み上がって、たくさんの打ち手を持てる、選択肢を持てる、そんなビジネスパーソンになっていこうというのが中心になっております。で、その読み物が月、月火、水木金土、週に6日間、日刊カモガシラ、タイムズっていうのがあって、まあ、ここでね、えっと、例えば情報の受け取り方とか、 え自分の会社でどんな打ち手ができるかっていう選択肢を増やすってことをやって、毎週日曜日は、まあ、言ってみればクイズが出るわけですよ。ビジネスのね。 ビジネス知恵の輪って言うんですけど、お題が出て、それに対して自分の思考力がどれぐらい鍛えられたかを試すことができる。週に6回、まあ鍛錬をして、週に1回その鍛錬の成果を自分で確認ができる。そんな仕組みになっています。まあそれ以外にもね、月に1回鴨頭予知事から直接ビジネスコンサルが受けられるっていうとんでもないサービスになっております。まあ今日もね、その日刊鴨頭タイムズの記事を一つ取り上げようと思います。え、これ記事は8月21日 1>, 1日にオンラインサロンカモビズで書かれた記事でございます。記事の内容は外圧であるコロナ、ウクライナ戦争が日本の長く続いたデフレを吹き飛ばすに違いないという内容です。皆さんもいろんなニュースでもうすでにご存知だと思いますし、実際に消費行動をとって感じていると思いますが、とにかく今は世界中がインフレ、 値上げの波がすごいわけですよ。まあ日本はね、その中でもちょっと緩やかな方に入っています。もうアメリカとかすごいですね。ラーメン一杯2500円。コーラ一本が600円。もうね、パンケーキ家族4人で食べたら2万円。ちょっと日本人からすると考えられないかもしれませんが、これは日本がまだ遅れていて、海外の方が先に値上げ。 インフレの波が来てるっていうことです。で、日本経済だけが30年間、先進国の中で唯一経済が成長していない国になっている。まあ一番根本的な原因というか、もう間違いない。これは絶対要因として大きいよねっていうのが、デフレだったってことですよね。要は値上げをしなかった。で、値上げをしなかった。アンド賃上げをしなかった。もう日本の賃金って全然増えてないわけですよ。 で、これ、実はコロナ禍でもそうで、2020年、2021年と、ほとんど日本の賃金って上がってなかったんです。それが、このコロナ禍明け、ウクライナ戦争明けで、ついに賃上げが進み始めました。 今年2023年の6月の現金支給総額は前年比なんと2.3%プラス。全体で2.3%プラスってすごいことで、しかも2ヶ月連続2%以上のあの上昇してるんですけど、これ1995年以来なんです。約30年ぶりに 労働者の賃金が上がっているってことですね、で厚生労働省が発表した、えー、調査によると、なんと現金給与総額、全体として平均が46万2040円なんですよ、これってすごいことなんです、なんでかというと、日本人の平均給与って423万円って言われてたわけですよ。 でもこれ本当に46万2040円 ×12 で単純計算したならばですよ単純計算するとなんと日本人の平均給与が50万超えちゃってるわけですよ、まあ、ちょっとこの単純計算とは合わないんだと思うんですけれどもとんでもなく今賃金が上がっています今年の春闘の値上げ率なんと3.58%この伸び率1993年以来の高さ 要は過去2番目ぐらいに賃金が1年間で上がっている30年ぶりの老法でございます。で、なんでこれが明るいニュースって言い切れるかっていうと日本人の就労人口、つまり働いてる人の人口の90%以上が従業員なんです。つまり給料をもらってる人が90%以上の国なので賃上げイコール 消費者が元気になるが成り立っているっていうことなんです。だからとにかく今は消費パワーが爆上がり。なんと30年ぶりに消費パワーが爆上がりしている期間です。で、もちろんね、実質賃金上昇率がまだまだ鈍いっていう課題は残ってます。実質賃金上昇率何かっていうと、値上げのパーセントに対して、 賃上げのパーセンテージがもっともっと上回った方がパワーが出るっていうことなんですよ、まあ、例えば、賃上げ率が2%で、値上げ率が1.8%だったら、0.2%プラスになるじゃないですか、でこれで言うと、まだまだね、値上げ率の方がちょっと高めで、賃上げ率がまだ負けてる状態なのでね、これだともっともっと元気になれる余白があって、まだまだ賃上げはやった方がいいっていうことなんですよ。 だからね、今、給与を決める立場にある経営者の皆さんや、まあ、人事部の皆さん、どうやったらもっと賃金を上げることができるか、むちゃくちゃ考えた方がいいです。で、賃上げをすれば、売り上げは上がります。高単価商品は売れます。賃上げをもっとすれば、値上げはできます。もう今、値上げする以外に、会社経営を持たせる方法ないわけじゃないですか。でも単純に、賃金を上げないで値上げだけをすると、 もしかしたら、もう売れなくなるっていうことが起きるってことですあ。僕もオンラインサロンカモビズでは経営者の方もね、約ー24%かないらっしゃるので、そのメンバー向けにとにかく賃上げしろ、値上げしろ。もうこれを徹底的に今年は言い続けています。今年の1月からずっと言ってます。値上げと賃上げだ、値上げと賃上げだ。話はその後だ。 マーケティングの話とかももちろんするが、値上げと賃上げをしてマーケティングしろと。値上げと賃上げをして人事をやれと。値上げと賃上げをして採用頑張れと。値上げと賃上げは土台でその後に細かい整備をしていくしかない。土台は値上げと賃上げだ。このことを徹底的に言い続けているし、まだ言い続ける必要性があるなと感じています。そして今回の記事ではもう一つ言っております。 今現在の賃上げは正直言うと一律賃上げばかりが行われております。最低賃金を上げるとか、社員一律プラス1万円、年間プラス12万円ばっかりなんですよ。でも、この先、ネクストステージは間違いなく人事戦略的賃上げで勝負がつくと思っています。どういうことか、より価値を生み出している人間の賃金を もう月1万円とかじゃなくて月5万円とか上げてですね月10万円とか上げて価値を生み出してない人の賃金はそんなに上げないというのがまあ例えば人事戦略的賃上げっていうんですけどこれをやった企業が絶対に強くなると思いますまあありがたいことに私焼肉マフィア池袋というところでは賃金制度かなりネクストステージやってますそうチップ満額で渡しているってことです 焼肉マフィアではこのチップが導入されていることによって評価制度がありません。店長は社員とかアルバイトさんの給与関わってないんです。そう。じゃあスタッフの賃金制度を決めているのは誰なのか毎日来店してるお客様。これほど究極に純粋な人事戦略的賃上げはないと思います。 僕もね、オンラインサロンカモビズのサロンオーナーですから、ただ単に世の中のニュースを、まあ、分かりやすく解説するだけじゃなくて、自分自身が実験してデータを、つまりデータっていうのはうまくいくよっていうこともあるし、これやるとうまくいかないよっていう両面をオンラインサロンメンバーに伝えて学んでもらっています。ぜひビジネス力を高めたいという方は、 オンラインサロンカモビズ入会お待ちしております。一番カモビズメンバーで多いのは実は会社員。二番目が経営者となっております。お互いが切磋琢磨し合いながら成長していくのが一番日本経済にはプラスになると思うし、そもそも働くっていうのはお金のことだけじゃなくて、やっぱり自分の充実、人生の充実関係あると思います。 学ぶと分かることが増える。そうすると、自分の会社の良さも理解できたり、自分が取るべき行動も自分で見えてくる。これってとっても働きがいの情勢に貢献すると思います。ということで、今日という一日が皆さんとって最高な一日になりますように、せーの、い,いねー